ジャン・クリストフ、ロマンドラン。前回の続きからです。5日間クリストフは太陽に酔いしれた。5日間彼は自分が音楽家であることを忘れた。それは初めてのことだった。彼一身の音楽は光に変わっていた。空気と海と土地、太陽のシンフォニー、そしてこの管弦楽団を、イタリーは何という先天的技能を持って刺激し得てることぞ。他の国民は皆自然に従って彩っている。イタリーは自然と協力している。太陽と共に彩っている。色彩の音楽、すべてが音楽であり、すべてが歌っている。金色の亀裂のある真っ赤な往来の壁面、上方には縮れっけの2本の糸杉、周囲には紺碧の空、青色の建物の正面の方へ赤壁の間を登っていっている。急な白い大理石の石段、杏色やヒトロン色やブッシュ缶色などさまざまの色でオリーブの間に輝いている。それらの家は木の葉の中の見事な果実のように見える。イタリーの幻覚は肉感的である。汁の多い香ばしい果実を舌が喜ぶように、人の目は色彩を喜ぶ。その新しいごちそうの上へクリストフは鈍乱な食欲で飛びついていった。これまで灰色の現像にばかり限られていた禁欲生活の補いをつけた。運命のために息を塞がれていた彼の豊饒な性質は、これまで用いなかった享楽の力を突然意識しだした。その力は差し出された意識を奪い取った。方向、色彩、人声や鐘や海の音楽、空気と光との心よい愛舞。クリストフはもう何事をも考えなかった。放別のうちに浸った。彼がそれから我に帰るのは、出会う人々に自分の喜びを伝えんがためばかりだった。相手は雑多だった。しわ寄った鋭い目をし、ベネチアの元老のような赤い縁なし帽をかぶっている自分の先頭である老漁夫、激しい憎悪で黒ずんでいる獰猛なオセロ風の目をぎょろつかせながらマカロニを食べる無感情な人物である、唯一の会長者たるミラノ人。料理の盆を運ぶのにベルニーの描いた天使のように首をかしげ、腕や胴をねじらす料理店の給仕、通行人に青枝付きのオレンジを差し出して路上で物乞いをし、推奨的な流し目を使う聖ヨハネみたいな少年、また駅馬車の奥に頭を下にして寝そべりながら鼻歌のいろんな端くれを不意に歌い出す馬車屋をも彼はよく呼びかけた。カバレリア・ルフチカナを小声で歌っている自分自身にふと気づいて驚いた。旅の目的は全く忘れてしまっていた。早く目的地へ着いてグラチアに会いたいこともすっかり忘れていた。そしてついにある日、懐かしい彼女の面影が浮かんできた。それを描き出したのは往来で出会った一つの眼差しだったか、操縦な歌うような一つの声の抑揚だったか、それを彼は覚えなかった。しかしその時はオリーブに覆われた四方の丘、濃い影と強い日光とにくっきり浮き出されている
アペニン連山の高い光った頂、オレンジの林、海の深い呼気など周囲のすべてのものから女の友のにこやかな顔が輝き出した。空気の無数の目によって彼女の目は彼を眺めていた。あたかもバラの木から一輪の花が咲き出すように、彼女はその土地から咲き出していった。そこで彼は再びローマ行きの汽車に乗ってどこにも降りなかった。イタリーの追憶にも過去の芸術の都にもさらに興味がなかった。ローマでも何にも見なかったし、何にも見ようとはしなかった。そして通りがかりに最初見て撮ったもの、無様式な新しい街区や四角な大建築などはもっとローマを知りたいとの念を起こさせはしなかった。到着するとすぐに彼はグラチアのところへ行った。彼女は彼に尋ねた。どこを通ってらしたんですか？ミラノやフィレンツェにお寄りになりましたか？いいえ、と彼は言った。よってどうするんです？彼女は笑った。面白いお返事ですこと。ではローマをどうお思いになりますか？何とも思いません。と彼は言った。まだ何も見ていませんから。それでも。何も見なかったんです。記念の建物一つも、旅館からまっすぐにあなたのところへ来ましたから。ちょっと歩けばローマは見られますよ。あの正面の壁をご覧なさい。そこに当たっている光を見さえすればいいんですよ。私はあなただけを見ているんです、と彼は言った。本当にあなたはわからない人ですね。ご自分の考えしか見ていらっしゃらないんですね。そしていつスイスをお立ちになりましたの？1週間前です。では今まで何をしていらしたんですか？知りません。偶然海岸のある地に泊まったんです。どういうところだか注意もしませんでした。1週間眠っていました。目を開いたまま眠っていたんです。何を見たか自分でも知りません。何を夢見たか自分でも知りません。ただあなたのことを夢見たようです。大変愉快だったことを知っています。けれど一番いいことには何もかも忘れました。ありがとう、と彼女は言った。彼はそれを耳に入れなかった。何もかも、と彼は言い続けた。その時会ったことも前に会ったこともすっかり忘れてしまいました。私は再び生き始めた新しい人間のようになっています。本当にそうですわ、と彼女はにこやかな目で彼を眺めながら言った。この前お目にかかった時からすっかりお変わりなさいましたね。彼もまた彼女を眺めた。そして記憶の中の彼女とやはり異なっているように思った。けれども彼女は2ヶ月前と変わっているのではなかった。ただ彼が全く新しい目で彼女を見ているのだった。カナダ・スイスでは昔の頃の面影が、年若いグラチアの軽い影が、彼の目と眼前の彼女との間に介在していた。ところが今では北方の夢はイタリーの日の光に溶かされていた。